こんばんは、モスラメソです。今回は北斗を主力として秘境を1分で攻略する動画を紹介します。勝利のための生物を集めているところなので、今回は岩の生物と吸気族の生物の秘境を攻略していきます。まずは岩の秘境からですが、パーティー構成は北斗、ナナ、フィッシュル、ユクアキになっています。でナナはガイアでもいいし、ユクアキやバーバラとかでも構いません。でここは最初に炎のアビスが出てくるので、バリアを剥がすために水元素のキャラを入れています。でそれとは別に炎のアビスを倒した後に遺跡守衛が出てくるので、遺跡守衛を凍らせるためにも水元素のキャラは必要になってきます。まずはバリアを剥がすために水元素のキャラとフィッシュルのオズでゴリゴリと削っていきます。最初は問題ないですね。でそして遺跡守衛が出てきたら、ナナとリクアキで水元素と氷元素で凍結を狙っていきます。フィッシュルのオズは常に出しておけるように意識しておきましょう。そして北斗の元素スキルは遺跡守衛の攻撃2発に合わせてカウンターするように心がけましょう。その方が大きいダメージが出ます。あとは元素爆発がたまり次第各キャラをどんどん使っていきます。とにかく氷と水を常に敵に持たせておくことが大事ですね。超伝導、感電ダメージ、これもどんどん積み重なっていったら大きいダメージがありますので、早く周回をするためには重要なポイントとなっています。こんな感じでサクッとクリアですね。クリア時間は1分16秒。はい、次は吸気族の秘境についてですね。パーティーはナナの代わりにシャンリンを入れました。ここは氷のアビス2体と炎のアビス1体が出てくるので、氷のアビスのバリアを剥がすためにシャンリンを入れています。炎元素のキャラクターだったら誰でもいいですね。でまずは氷のアビスから倒していくんですが、これなぜかというと、炎から倒そうとすると水元素を使った時にこっちが凍結してしまうので非常に厄介です。なので氷のアビスから炎元素のキャラを使ってバリアを剥がしていき倒していきましょう。北斗の元素スキルについては炎の追尾攻撃が来るので、それに合わせて使うのが一番有効的ですね。でここはアビスをまとめて倒そうとはせずに一体ずつ倒していこうとすれば大丈夫です。北斗の元素爆発を使っていくと周りの近くのアビスにどんどん感電攻撃で伝わっていくので、気づけばバリアが剥がれていった状態ですね。万が一炎のアビスのバリアが剥がれてなかった場合のためにユッカーキーを入れています。こんな感じでサクッと攻略ですね。クリア時間も57秒です。はい、今回の動画は以上になります。今後も原神の動画を投稿していきますので、よろしければ動画にコメントや高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。